いやあ、せつだけいすきだよ。今回、アリスの精神サバイバー、やっていくよ。ショーの選択。これ。第6章、死の鍵。死の鍵。白ウサギが死んだことに関する鍵なのか、そういう意味の死の鍵なのか。どうでもいいけどさ、この第6章っていう、その6章の書きからローマ数字ってやつやけどさ、ローマ数字ってさ、V の隣に1がさ、右にあるか左にあるかでさ、4と6で違うんやけどさ、それどっちがどっちかたまにわからんようになったことがあるよね。どうでもいいか。それじゃあ前回のあらすじやるのはそった前回のあらすじ言うのはそったわ。いたずら部に白ウサギが関わっている疑惑が出とんよな。先に考察を立てるとしたら、もしかして白ウサギがあのいたずら部部長だったりせんだろうかってちょっと思い始めてきてる時があります。よし、やります。視聴覚室のスペアキーを事件の被害者の白ウサギに貸した。あ、貸したか。白ウサギは部員じゃないけど、物質の鍵を貸したってことは貸したってこと。うん、関わりはあるってことはあるんやけど、もしかしたら部員ですらないかも可能性もあるんか。いきなり、いきなりねじ巻けてきたよ。俺の推理ねじ巻けてきたけど、自分の推理をいきなりねじ巻けてきたけど。うん。僕らはそう言ったつもりだけど、そんな、なんで白ウサギが視聴覚室の鍵なんか。そう。貸してくれって言われたから貸したのさ。白ウサギがどうやっていたずら部の僕らにたどり着いたか知らないけどね。あなたたちは貸してって言われて素直に貸したの？物質の鍵やけんな。物質ではないけど。物質って言っちゃったけどさ。教室の鍵やけんな。普通にさ、理由もなく貸すあれはないんやけどな。最初はそんなつもりなかったんだけどね。面白くなりそうって思ったんだ。どうして？その辺はまた秘密。ちょっとそんなの納得できるわけないじゃない。まあ理由を説明されても多分納得できるのだろうな。こいつらのことやけん、その方が面白いからさとか、それぐらいのことしか言ってくれんのだろうな。そんな怖い顔しないでよ。白ウサギは僕からスペアキーを変えるときにこう言ったよ。返すとき、もしかしたら私の手から返すことはできないかもしれないって。あ？え？何それ。あらかじめ殺されることを予感しとったような感じのこと言うんじゃないか、お前。やめろ、なんだそれ。好きな人への手紙にこれを読んでいる頃には私はもうこの世にいないかもしれないみたいなことを言う感じじゃないか、お前。なんだそれ。まあ、白ウサギが僕らにそう言ったって証拠はないけど、信じるか信じないかは君次第だよ。僕らがもし犯人だったら調べればすぐ足のつく東校舎の視聴覚室なんか選ばないね。こんなお粗末な事件にはしないよ。ああ頭が混乱してきた。もし双子の話が本当なら、事件現場に入ることができた人間は被害者である白ウサギが。これが意味することは、これで君が無意識に避けていたある可能性が浮上してしまうわけだ。何が？白ウサギが自殺した可能性さ。あ、よったな。そういや、そういう話なんか第1回目の裁判で、怒り防止屋が言おったな。そういう可能性はないのかいみたいな感じで。けど結局包丁に指紋がなかったっていう理由でそれはないっていうことになっとったけど。ま、待って、白ウサギが自殺なんてそんなの無理だよ。だって事件現場で白ウサギは捨てだったのに、凶器の包丁に指紋がなかったんだもの。私は白ウサギが自殺かもしれないという可能性を最初の裁判で否定した。その考えは間違っていないはずだ。いや、もしかしたらさ、実は凶器は包丁じゃなかったみたいな、刺されて死んだんではなかったみたいな話だったりする。別の方法で殺されたんやけど、
刺されて死んだって思わせるためにわざとああいう置き方しとるとか確かにね。でも君は無意識に自殺の可能性を自分の中で 0% にしていたんじゃない？白ウサギはいじめられていた。それを苦にして自殺をした。自殺なら理由はこれで十分だ。殺人として殺害動機をあれこれ考えるよりよっぽど簡単だ。だからそれは無理で。そうだ、あなたたちが白ウサギにスペアキーを出したという証拠がないんだもの。例えばあなたたちが白ウサギ以外の人にスペアキーを渡して、その人が白ウサギを殺したのだとしたら。なんかこのゲームさ、ちょいちょい何かの行動を証明する証拠がない、証拠がないみたいな感じで、ね、ちょちょい言うな、なんだろうな、うん、そっちの方がよほど理にかなってるじゃない。その可能性はなくはないね。僕らはスペアキーを白ウサギに渡したって証拠を持っていないからね。それなら最初に言ったように、僕らは嘘をつかない。はぐらかしたりごまかしたり隠したりはするけどね。どう推測して答えを導き出すかは君の自由だよ、アリス。じゃあね。そう言って双子を私とチェシャ猫を教室に残して行ってしまった。結局何なんだかはよくわからんような展開だった。私は椅子に座り込んで先ほどの双子の話をぐるぐると考え込んだ。私は最初から白ウサギが自殺だと考えていなかったのだろうか。一番最初に教室から目覚めて白ウサギのことを聞いたとき、私は自殺ではなく他殺だと決め込んではいなかったか。聞いてよ、アリス。アリスと同じクラスの白ウサギがね、死体で見つかったんだって。殺されたとは言ってないんだ。そうやな、殺されたっては言ってないんだよな。待てよ、死体ってさ、本当に刺された跡ってあったんかな。その辺ちょっと知らんのやけど。てか知らんっていうかさ、見てなかったっていうか。やけど、死体？そう、被害者校舎の使えていなかった視聴覚室で。白ウサギが殺された？いや、殺されたってよ、言われてない、言われてないんやな、よう考えたら。殺されたととっさに言った。私は最初からギューちょっと待って、いやこれなんかのさ、なんか扉が開いたような音なんだろうけどさ、アリスって名前が出てきただけにさ、アリスってか変な声出したみたいな感じになっとるやなお前と隣で音がして横を向いたお前さぞ普通かのごとく、お前そんなとこへ座っとくな。お前あとさ、お前ちょっとカメラ目線になるとやめて。お前がカメラ目線で見ようったらなんかすごい怖いよななんかサイコパスなんよな、お前見た目が。隣の机の上に花瓶に生けられた白い花が、そしてその席には三月ウサギが座っていた。なんで他殺だと思ったの？違う、私は思わず耳を出て覆った。体の震えが止まらない。寒い寒い寒い。違う、私は違う。白ウサギは殺された。違う、自殺の可能性だって。違う、それはありえない。だって凶器が、指紋が。違う、そんなことじゃない。私は最初から最初から。またクラスの子に嫌われちゃった。大丈夫だよ、私がついているでしょ。うん、ほら遊びに行こう。ねえ、何々はみんなと一緒に遊びに行かないの？私と違って誘われてたのに。いいの、今日は約束してるから行きないって言ってきてから。私といるよりみんなと一緒の方が楽しいよ。そんなことないよ、だって一番の友達でしょ。またお話を続き聞かせてよね。うん、ずっと友達だもんね。あの時のお話ってどんなお話だったんだろうか。わあ、どいて邪魔。
あんた一人が幅取って廊下が狭いじゃない。もっと空気を読んでよね。後から来なさいよ。目障りだってわからないの。あ、いたずらされとときのやつじゃ。てか白ウサギガチのウサギだったやなこれ。白ウサギって名前やけどさ、ガチのウサギやんこれ。かぶいものかぶっとう人間って考えた方がよっぽどそれっぽいわっていう見た目やなお前。あ、もしかして私たちの荷物持つために待ってた。じゃあはい、これ私たちの教科書、脅さないでよね。白ウサギがいじめられている。私はとっさに両者の間に割り込んだ。やめなよ。何、神崎には関係ないでしょ。あれ、これ記憶ちょっと取り戻したんじゃない。今考えたらこいつかばって何になってるの。助けちゃう自分がかっこいいと思ってる。なぜバレた。ねえみんな、神崎はこいつの味方をするんだって。同類なんじゃん。アリス、 I'll be back。肩を揺すられて私はハッとした。あ、寝とった。あとなんかあれ、なんか黒板の文字変わってる。お前を訴えてやるからさって。誰だこれは。恐る恐る顔を上げると三月ウサギの姿やハートの女王様やその取り巻きの姿はなかった。ちょっとなんか忘れとった記憶取り戻すためみたいな感じになっとる。代わりに私を心配そうに覗き込むチェサニコがいた。大丈夫と顔がそう言っている。大丈夫、ごめんね、心配しないで。自分の体の震えを抑えながら私はチェサニコに言った。私はこの事件を知らなくちゃ。そんな気がするの。チェサニコ、多分私一人じゃ無理だからどうか手伝って。わかった、ただし、ケーキ3個買ってほしい。チェシャネコはしっかりとうなずいてくれた。ケーキ3個は高い。さっきの双子の話が本当なら、自殺の可能性も考えなくちゃ。わ、ここで自殺路線もちょっと視野に入れてくるな。へぇ、あれからさらに自殺のパターン。被害者は素手で、凶器の包丁に指紋がなかったのが気になるけれど。白ウサギがいじめられていたって話は見逃せないと思う。もしかしたらそこから新たな手がかりが見つかるかもしれない。怒り防止屋は言ってたよね。白ウサギはいじめられていたって。白ウサギをいじめていたのは、いじめていたのはなんかハードの女王様だったんよな。ハードの女王様だったっけこいつの名前。そうな。よいしょ。怒り防止屋検事は複数の生徒が白ウサギはハートの女王にいじめられていたと証言したと言っていたんだよね。チェシャネコはうなずく。よったっけ、それは覚えてないわ、ごめんな。それが事実かどうかはまだわからない。ハートの女王様を探そう。わあ、探すんじゃ女王様。ああ、女王様がいじめるってさ、どうしても SM 的な方向にしか持っていかないという謎の俺の謎の俺の心理があるんやけど、何なんだろう。考えるがある。私はこの事件を知らないといけない。そんな気がする。それが私の記憶を取り戻す鍵になる。多分きっといつかどっかで会おう。それより黒板の文字が変わったような。お前訴えてやるからさ。するな、文字変わったのするな。じゃあ移動。どこおるかな、ハートの女王様。ハートの女王様、どこおりそうかな。なんか意外と廊下ってさ、人と出くわす率高いけどさ、もしかしたら廊下で出会うかもしれない。そう考えて俺はここに来るぞ。誰かおるか。千はいるか。千はいるか。いないな。誰とも出くわさんかったんやけど。やはり人気のがない廊下って少し不気味。普段活気があるから余計にそう感じてしまうのかな。はあ、おらんのじゃ。だとしたらどこだ。ハートの女王様はどういうとこにおるみたい。どこに生息しているみたいな。ポケモン図鑑じゃないとわからんだが。
ハートの女王ドエスポケモン。なんだそれ、帰ろうとしてるんじゃないのか。あれちょっと待って、こんなホギあった、あれこんなホギなんかあったかな、前見た時。私たちは昇降口行ってみた、誰もいないみたいだね。ゆっくり調べられると思えばいい。そうだね、何か見つかるといいな。てか見つけたわ俺、こんなホギ先なかったやん、さっきつうか前回ね。やっぱりここもなんだか変な感じがする、人の気配があるようなないような。ジェサネコが一緒にいてくれるからいいけど、一人だったら怖いかも。うん、いやだからさ、このホウキよ、ホウキだ、なんでこんなところにあるんだろう。掃除当番の片付け忘れ、掃除当番、え、ちょっと時間がちょっと変わったんこれ、時間の時間帯が変わったんかこれ。そうかもねえ、一組の男子は掃除真面目にやってる、やる人もいるしやらない人もいる。ちなみに俺は学生せず結構真面目だったんで、掃除はバリバリやってまして、前の人間がサボっていたのもね、全く気にせず一人で淡々とやるタイプでした。やらない人に限ってさ、新しい綺麗な宝器を一番に取っていくんだよね。真面目に黙々とやる人は埃と髪の毛まみれの宝器しか残ってなくて不公平だと思わない？それはそうかもアリス、でもそれが社会っていうもんだよ。何？記憶が戻ったの？わめっちゃ目見開いてる。戻ったというか、あれ？これって戻ったっていうの？前からそういう経験があるって感じ？そう。とりあえず何か役に立つかもしれないし、持っていこうか。なんでだ？ほうき役に立つかもしれないって、なんか掃除する機会が今後あるのか？その掃除する機会があるって見越してるのか、アリスちゃんは。ほうきを手に入れました。もしかしてこれでさ、めーとか言うてさ、殴り用途で使い始めたら、えってなるぞ。なんか人の毛がありそうな、みたいな感じで言うわけやけんさ、なんか他にあったりすんかな。ないか、ほうきだけか。いきなりほうき出てきたらもうちょっとあれってなるけど。うん、ほうきね。あ、アイテム欄が。おい、アイテム欄が2ページ目できたぞ、おい。まだアイテム増える気や。まだアイテム増やしてくる気やじゃん、お前。今ですらこんなにバーっとまだ、もしかしたら今後まだ使うかもしれないみたいな感じで押されたのに。なあ。うん、難しいぞ、これ。よし、じゃあ移動。どこおるかな、図書室か。図書室へ行くとドゥイードルの双子がいた。お前らかい。いやーアリス、先やったわ。あ、寝たけん結構時間だったかもしれんけどさ、先やったわ俺としては。ご機嫌いかがアリス。まさかあなたたちまた図書室の本棚をめちゃくちゃにしようとしてるんじゃないでしょうね。てか何その左手のポーズ、何炎出すの炎。まさかそんなことしてももう面白くないだろう。ご消耗なら今からでもやってあげるけど。結構です。どうしたお前。わあ、めっちゃいろんなこと聞けるやん。そんなに喋れることがあったらさ、さっきに言っといてほしかったんやけど。さっきベラベラ喋ったな、スピアキーについて。ねえ、本当にスピアッキーは白ウサギが持っていたの？まだそのことで悩んでたの？そうだって言ってたじゃないか。でもここで僕らに嘘をつくメリットはないよ。ただでさえ学校のスピアッキーを所持していた、所持していたっていう後ろめたさがあるのに、もし白ウサギ以外に渡していたらさすがに言うさ。殺人犯をかばったりはしないよ。そこまで道徳心がないと思ってもらっちゃ困る。どうだかな。だって黙っていたじゃない。そんなの僕らが黙っていたって捜査すればすぐにバレるよ。最初の裁判でスピアキーに指紋がついていたって言っただろう。お前らの指紋だったんじゃん。あれ誰のかわからないって言ったけどさ、結構長いこと時間がかかるって言ったけん、あ、時間かければお前らって分かっとったんや。
多分その指紋は僕らの指紋だ。あ、そっか。でも白崎が誰かにスピアッキーを渡していたら。それはもう僕らの管轄外だ。そりゃそうか。白崎はなぜ視聴学室の鍵を欲していたのだろう。好奇心で誰かに命令されて、それとも。いじめについて。二人はハートの女王様が白ウサギをいじめていたって知ってる？ああ、もちろん。あのハートの女王に目をつけられるなんて。ああ、考えるだけで恐ろしいね。どういうこと？ハートの女王様もしかして常にムチを持ってたりするタイプの人間か？なんでちょっと嬉しそうな。ちょっと待って。S 嬢みたいな、ハードの女王のことを S 嬢と慕ってあげてるときにさ、そう嬉しそうなのっていう言葉出すのやめて、本当にそっち路線になってしまうから。もしかしてそういう、ああ、なるほど。俺がそういう思考じゃなくてもゲーム側はそっち方向に持っていこうという、そういうトークになってしまうのか。なるほど。俺は悪くない。ゲームが悪いんだ。ゲームが悪いんだ、みんな。なんでだってハートの女王様だし。なるほど、ハートに火をつけてたやつだな。君今変なこと考えていただろう。顔に出てるよ。いやあ、いやそんなことないよ。あこいつね、ちしゃねこお前。なんかお前さ、目を見開いた姿見え、なんかちょっと面白いなお前。笑ってまうわお前、なんか知らんけど。シャシャ猫までそんな目で私を見ないでよ。違うの。私は違うの。私はいじめについて何か知っていることがあったら教えてほしいって思っただけなの。マゾとかそういうんじゃなくて。いじめの内容のそのものについては、まあちらっと見た程度だな。オーソドックスに悪口言いたいとか、ハードの女王とその取り巻きが荷物持ちのパシに使ってたとか、まあまあさっきの回想と一緒やん。黒板に悪口書いてたとか、体操着を隠したとか、机の上にわざわざ花瓶を置いたりとか、実際見てないけどいつも手についているいじめの傷を隠してたのとかだとも聞いたことがあるな。それは眉唾のものだろ。僕は実際いなかったって聞いただろう。バッチリ知ってるじゃない。ねえ、そのいじめがあったのはいつ頃なの？5月の頭くらいじゃなかったっけ？だいたい10日ぐらい前ってことか。多分そんなもん、つい最近だよ。あのハートの女王がね。白崎をいじめてるだろ、上級生から睨まれてるだろ、話題にこと書かない人だね。ああ、上級生からはあまりよく思われてないタイプの人間だったんじゃ、ハートの女王様。まあ、高振り者やけんな。上級生に対してもタメ口使いそうなタイプの見た目やもんな。女の喧嘩やいじめってのはいい質だから怖い怖い。もっと僕らみたいに楽しんで生きればいいのに。多分アリスさんのことなんか腹立つみたいな感じで思っとんだろうなこれ。双子の話を聞いて、やはり私が見たあの光景は本当だったのかと考えた。あ、ハードの女王といえば。何？もしかして最近 YouTuber とか始めたタイプ？え、マジ？さっき会ったけど、お怒りだったよ。お怒りというより焦っていたよ。何かを探していたみたい。何かを探していた。まさか自分の奴隷を探していた。新しい奴隷。新しい奴隷を探していた。やめよう。そういう話はやめよう。もうそういう話はやめよう。いや、初めては俺やけど、そういう話はやめよう。何かを探していたね。まさかスピアッキーを探しとったとかはないような。そんな安直なことはないような。ハードの女王、すごくピリピリしていたな。なんだろう。あー、僕ら、すごく気になるな。めっちゃ伸ばしたな、こいつ。すごく気になります。私気になります、みたいな感じか。チタンダエルみたいな感じか、お前は。事件の時。そういえば、二人は事件の時、芋虫先生に捕まってたんだっけ？言おったな。二
フルコースみたいな感じで言おったな。そうだよ。それがどうかしたの？その後はどうしてたのかなって。フルコースお手伝いが終わったのが18時くらいだったかな。ほう、結構残業みたいな感じでやるよね。ちょっと残業感覚でやるよね、お前。18時。じゃあ、その20何分後ぐらいに裁判が始まったって考え。いや、アリスちゃんが起きたって考えればいいんか。そうそう、チャイムが鳴ったから覚えてる。2時間もお手伝いしてたの。言っただろ、フルコースのディナーだったって。は、はいはい。それでその後は？その後はもう僕ら以外誰もいなくなっていたから、イモス先生が職員室と戸締まりをするのぼーっと見てたよ。手伝いなさいよ。僕らが戸締まり手伝っていいと思う？頭が回らないな、アリスは。先生はちゃんと釘を刺したよ。君たちに戸締まりを揺らせたらどこで何をされるかわからないから、おとなしくしていろって。ああ、そうか。納得してしまうのがお前らだ。で、先生にそこまで言わせるって、お手伝いの時あなたたち何かやらかしたのよ。何やらかしたんだよ。ツイッターに載せたんか。今、芋虫の野郎に、お手伝いやってます、超ダリーみたいな感じで載せたんか、お前。そりゃ、見つかったら、退学者だぞ、お前。ふふ、秘密。まあ、そんなわけで先生が職員室を出て行った後は、もちろん職員室の前で次のいたずらについて話し合ってたさ。もちろんってつくんだ。何がもちろんなの？性格長い国語職員室にいたんだから、今後の方針をね。作戦会議室みたいに言うなと、職員室のことをお前。いたずら部の最終ボスは職員室さ。そのためにはあらゆる情報を手に入れておかないとね。なんだ、最終ボスってなんだお前。RPG じゃあるまいしな。この二人は一度退学になった方が将来のためになるかもしれない。挫折だ。一旦挫折を味わわせてやろうお前。そうしたらどうにかどうにかその挫折乗り換えて頑張ろうって気になるのかもしれんぞお前。だからそれは20分か30分ぐらいは職員室の前にいたよ。そしたら騒がしくなって妹子先生が慌てた様子で職員室に戻ってきたのさ。死体が見つかったのがその時だね。なるほどね。ほうほう。双子は今まではぐらかしたり隠したりすることはあったけど、嘘を言ったことはない。今回の話が本当だとしたら、白ウサギはハートの女王から何かを盗んで、ハートの女王を怒らせたってことなの？盗んでか。あ、だからちょっと慌てて刺しょったってのはそういうことかってみたいな感じになるんか。ねえ、チェシャニコはどう思う？ハートの女王様はやっぱり白ウサギをいじめていたのかな？私は実際に理由を見ていないからわからない。そっか。いや、もしかしたらさ、見てる人にとってはご褒美って思ってるかもしれない。同業者とか。でも、あくまで個人的な意見として言わせてもらうと、ハードの女王が自らいじめをするとは思えない。確かに。なんか結構素直に謝ってくれたもんな。見た目ツンデレなのに結構素直に謝ってくれたもんな。あの、アリスちゃんが。あのハートの女王の潔白証明した時。え？どうして？私は1年生の時彼女と同じクラスだった。そうだったの？初耳だ。彼女は人を落として自分を上げなくちゃいけないような小さな性格ではなかった。彼女は上級生とでも対等にやり合える。同級生なんか眼中いなかった。もっと上を見ていたと思う。もっと上を見ていただからな、お前。俺より強いやつに出会い、会いに行くみたいな感じのストリートファイターじゃないやけど、お前。そうなんだ。じゃあ、私が見たあの光景は一体何だったんだろう。そうしたら、そういうことだったらなんかちょっと矛盾が生じてきとんな。あの、夢の光景と。はぁ？人をいじめるあたりはちょっとハートの女王との性格とちょっと違うんやなって。まぁ、ちょっとまだ推理するには情報が足らんわな。体育館前行こう。ここかな。来てみると、あ、
イモウシ先生、アリスくんか。ああ、その流れだったらさ、ハートの女王を見つかってほしかったな。なんでお前やねん。なんでお前やねんっていう言い方もあるやけど。イモウシ先生がいた。どうしたんですか？こんなところで、もしかして隠れてるタバコを吸う気ですか？チクりますよ、校長に。もう裁判が開かれなければいいのだが。ん？でもダメだぞ、お前。真犯人が見つかってないからな。真犯人が見つからんでも、せめて自殺っていう、自殺であるっていう、もう結論に至るまでは裁判続くだろうけんな。それはちょっと無理だぞ。表情はわからないが、少し落ち込んでる？はーん。いじめについて。先生はいじめについてご存知ですか？ハードの女王が白崎をいじめていたというあれか？あ、イモウシ先生、そう捉えとん。そう捉えとんっていいか。そうです。裁判の時が弾みだ。え？先生はいじめについて知らなかったんですか？そうだ。しかし、いじめなんて生徒の冗談だろ？先生はハートの女王がいじめをしていないと思ってるんですか？そうだが、君はそのいじめの現場を見たのか？見てないけどさ。見たというのだろうか、夢に見たような。でも、あれは実際にあったのかどうかは確信が持てないし。そうなんよな。思い出したっていう言い切るのはちょっと無理がある。私がどう言おうが困って黙り込んでいると、先生は思い出したように言った。そういえば、君は記憶がないんだったな。はい。私はいじめがなかったと思うよ。どうしてですか？ハードの女王がいじめをするとは思えないからだ。お、ハードの女王、結構周りからいい人っていう感じになっとんやな。先生はハードの女王さんも信頼しているんですか？信頼か。そうか。それは難しい質問だ。え、もしかして、イモウシ先生、もしかして、ハートの女王の奴隷だったところ時あるんですか？先生は横を向いて黙り込んでしまった。先生はいじめを否定している。私の夢は事実ではなかったのかな？なるほど。周りの人間からしたらいじめるあれではなかったか。事件当時、先生はトゥイードルの双子と一緒にいたんですよね。おや、どうして知ってるんだい？双子から聞きました。実に充実したお手伝いだったと。あの双子は頭は悪くない。しかし、真面目に取り組まないのが欠点だ。ああ、そこよな。どんなに優れた才能があってもさ、それの使い方が問題なんだよな。不真面目にお灸を据えてやろうと思ったんだが。お灸は全く効いてないようですよ。とは口を裂いても言えない。言っちまえば。立場が悪いのはあの双子なんだから言っちまえば。その後はどうしたんですか？家に帰ったんですか？いや、18時頃に職員室を出て生徒指導室へ行ったよ。しばらくそこで資料を読んでいたな。生徒指導室って。まあちょっと指導したいないなって思っとったんか。資料ってなんだ？資料ってどんな資料？しばらくすると突然ハードの女王が結束会で飛び込んできたんだ。そこで白ウサギのことを知ったんだよ。結束を変えたいってことはさ、え？なんなんこれ。死ぬとは思ってなかったみたいな言い方。死ぬが、え？死んでほしいと思っとったらこんな感じにならんだろうな。ってことはやっぱハードの女王って人のことをどうこうしようみたいな、そういう悪い人間にはならんのか。え、そうだったんですか？ああ、話を聞いてすぐに被害執行者2階の室長隠しへ行って確認をした。その後、携帯で警察と救急車に連絡をしたよ。ほら、これがその時の発信履歴だ。おお。先生が差し出してくれた携帯の画面には18時25分と表示されていた。うわ、マジの証拠じゃないですか。やるじゃないですか。先生が連絡してくれたんですね。
ああ、それからはもう事情聴取、書類作成に。ええー、何で読むんだこれ。何殺しされたんだ。井上先生、何殺しされたんだ、お前は。お、お疲れ様でした。はあ。ハートの女王は悪い人じゃないっていうのがちょっと分かってきたんやけど。だとしたら、アリスちゃんが見たあれは何だったんだろうな。もう裁判が開かれなければいいか。これから一体どうなるんだろう。また理不尽な理由で被告人になる人がいるのだろうか。アリスちゃん、メタ的なことを言うたら、あと、やってない章がさ、4つぐらいあるからね。1、2回あるよ。裁判。そうでないと、あと4章もあるのに1回も裁判開かれないってことはさすがにないわ。メタ的なことを言ったら。よし。ですね。ここにもおらんか。じゃあ、聴覚室前、まだ行ってないな。ここかな。お前かー、畜生、お前かー、出会いたくない奴に出会っちまったぜー。裁判以外で出会いたくない奴だ。おや、神崎アリス君。東校舎の階段を上り、聴覚室前に行くと、イカレ帽子屋ケンジが立っていた。うわー、お疲れ様です。ゲッ、イカレ帽子屋だみたいな感じで思っとることだろう、アリスちゃん。実際裁判以外で会うとは思わんかったけど、検事や現場検証に来るのは当たり前か。事件を調べているのかな？警戒してるのかい？まあ、あれだけいじめたから無理はないね。あ、いじめてたんだ。あ、イカレー帽子屋も結構 S なところあるんだ。いじめたって自覚はあるんですね。そう、睨みつけないでくれ。私も意地悪するばかりではないよ。確かに確信ついとったもんな。何気にイカレ帽子や凄まじい白々しさ。ボールどうやないか。ボールどうやね。やめろ、心のボールを使ってくれな。お前は裁判についてどうして裁判であんなにひどいことをしたんですか。ひどいこと。ハートお嬢様や私を犯人扱いしたことです。あ、いや、それはさ、イカレ帽子は言い方は悪いけどさ、被疑者っぽい人、可能性のある人にちょっと追求していったってだけだろ。ひどいことかな。何の証拠もなしに人を犯罪者扱いするなんて十分ひどいことじゃないですか。証拠がないと犯罪者扱いしちゃいけないのかい。ダメに決まってるでしょ。名誉毀損で訴えられるんですからね。そんな決まりはないよ。は？またこの世界特有のなんか倫理観とか出してくるんじゃないの、お前。この裁判ではね、証拠がなくなって犯罪者だし、被害者だし、加害者だし、傍観者でもあるのさ。肩書きが多いな、この世界。あ、疑ってるね。本当だよ。じゃあ、イカレ帽子や被疑者っていうのでもいいの。イカレ帽子や被疑者って呼んでもいいやな。わかった。そう呼ぶわ。ね、チェシャニコくん。ああ、チェシャニコもこいつのこと嫌ってるタイプの顔だ。好きにはなれないのだ。チェシャニコはイカレ帽子や剣士を鋭い物差しでにらみつけたまま、ただじっとしている。嫌われてるな。僕何かしたっけ。やることはちゃんとやりようやけど、ちょっと言い方がきついところがある。そういう人っているよね。身に覚えがないのなら何もしていないんじゃないでしょうか。この人相手に常識を語ろうというのがそもそも間違いだったのだ、ということらしいです。事件について。事件は解決しそうですか。うん？ここにいるってことは捜査をしてるんですよね。さあどうだろう。話す気はないんですね。そう、カリカリしなさんな。誰のせいだと思いですか。そうだ、イライラアリス君の気分が和らぐように楽しい謎々を出してあげよう。
いりません。即答である。カラスが書き物を机と似てるのはなぜだ。カラスが書き物机を似てるのはなぜだ。え、そもそも書き物机ってなんだ。普通の机じゃないのか。書き物机ってなんだお前。分かってはいたが、全く人の話を聞こうとしないな、この人。耳鼻科行け、耳鼻科。いきなりいたんです。イカレボイシェの謎のぞだよ。答えは分かるかな。分かるもんですか。答えは何です。ちょっと考えてみようか。一応考えてみようか。机だろ、デスクだろ、クロー、デスクで、スク、クロー、英語じゃないんかな。カーカーだろ、読み、あ、まあいいや、めんどくさいから考えるのやめ。さっぱりいけんと思うつかない。はぁ、あ、はぁ、あ、私はうんざりしてため息をついた。もう少しマシなことに時間を使ったらいいじゃないですか。答えのない謎の中で出して時間を無駄にして。ああ。こいつ現実で俺の隣にいたらぶん殴っているぞ。私の謎の謎は君が私に聞いてきた質問と同じさ。つまり事件を解決するかさっぱり見当もつかない話す気がないんじゃなくて、私にも分からないんだよ。検事なのにですか。検事だからこそだよ。すべての情報を検事が握っているなんて思わない方がいい。例えば証拠を隠蔽したり、事件について知っているのに話さない人もいる。それって答えのない謎の通り立ちが悪いと思わないかい。はあ、なるほどな。なんかいいこと分かる気がする。ほんとこいつさ、なんかすごいさ、イライラする喋り方してくるのにさ、いいことはすごい芯を通っとるというか、的を射ているとか、なんかそういうところあるよな、こいつ。いいキャラしとんな。それはハートの女王様のことを言ってるんですか。さあ、どうだと思う。そう言って、イカレ帽子屋ケンジはニヤニヤした。はあ、まだちょっとハートの女王様が嘘、なんか、隠しとるというか、怪しくないと言い切れるわけではないんやな。そうかそうか、意地悪するばかりではない。意地悪ばっかじゃないということは、何か助けてくれるんですか。そうだな、君は今日誕生日かな。え、唐突に何を。今日は誕生日じゃないですけど。え、何ですか。もしかして祝ってくれるんですか。プレゼント何がいいとか考えてますか。私指が欲しいな。証拠は？誕生日に証拠とか。誕生日には証拠を求めてくるのか、お前は。そこまで来たら、なんか、職業病だぞ、お前。は？君が今日、誕生日じゃない証拠を見せてほしいな。意味がわからない。けど、証拠があるなら見せてみようかな。なんだ、証拠。証拠ってなんだ、お前は。こんなところにさ、見せられる、見せられないの選択肢出すな、もう。出す必要ないようなところじゃないか、お前。ちょっと、探してみよう。探してみよう。まだ成長手帳って誕生日ってないんかな。ないか。強いて言うなら、もしかして抱えてないだけみたいな。お誕生日おめでとう。誕生日じゃないです。だってこれは君の誕生日じゃない日を証明していないじゃないか。めんどくさい。皆さん、攻略サイトを見てきた結果を言います。今持っているアイテムじゃ足りない。教室に戻る。探索が足らんかったらしい。これでイカレ帽子やケンジさんに証明できるかなって何かあったんよね。今月お誕生日じゃない人リスト。そう、チシャニクの教室も作ってない。
こういうの、こんなんあった？あ、でもなんか聞いたことあるような名前なんような、なんか、え、パート1、パート2、あー、パート2は裁判の日や、やつだっけ、パート1あたりなんか出てきた気がするんやけど、これなんか出てきた気がするような、なんか誕生日じゃないリストって、なんかどっかで聞いたことあるんやけど、デジャブ感じる名前なんやけど、こんな前のことを引っ張り出してこんかったらあかんかったんだよ、これ。そんな覚えてないわって話だけどな、これ。一組は今月誕生日の人を這い出してやる。へえ、そうなんだ。普通そっちやけどな。普通誕生日の人を這い出すけどな。今月誕生日じゃない人、おめでとうリストを手に入れました。なんだこの怒り防止者の答えに答えるためにピンポイントに用意されたようなもんは。イカれてるな。いろんな名前がある。あ、ちゃんと神崎アリスあるわ。これ誕生日じゃないってことは分かったわけね。こんなピンポイントな証拠あるか。なんだこれ。なるほど、要は探索が足りんかったらしいです。探索が足りんかったらしいです。もう隅々まで探索しなあかんらしいです。どこ行くんだったっけ。もうバカバカしいよな、こんな感じ。はい、これ。そう言って私は、存在にお誕生日じゃない、おめでとう、お誕生日じゃない人、おめでとうリストを手渡した。何したぞ、おめでとうじゃないんやけどな。なるほど、君は今月誕生日じゃない。そうですけど、それが何か？おめでとう！おちょくってんのか。は？誕生日じゃない日、おめでとう。はぁ、あ。ああ、ありがとうございます。別に誕生日じゃない人を祝われても嬉しくない。誕生日じゃない日の記念に君にはこれをプレゼントしよう。なんだ、指輪か。何な、これ、現場調査報告書。わ、結構な証拠じゃんそれ。紙と携帯電話。これまでが全く不衛じゃなかったからね。今更ですか。ま、フェアである必要はないような気がするんだけどね。ここまで頑張った君、僕からご褒美。ご褒美って。誕生日プレゼントは1年で1回しかもらえないけど、誕生日じゃない日は1年で364日、毎日がお祝いだ。めでたいことだね。はあ、その携帯電話は白兎くんのものだよ。え？おい、お前な、何普通に渡してきたの、そんな重要な倉庫。お前、え、ちょ待ってください。遺品じゃないですか。いいですか。よくないけどいいんだよ。どっちだよお前。意味がわかりません。せいぜい役に立ててくれたまえ、アリスくん。それが君にとっての裁量になるかはわからないがね。それは一体どういう。私が困惑していると、小さな猫が私の怒り帽子屋の間に割って入った。どうした。まあまあ、そんなに怖い顔しなさんな、小さな猫。渡すものは私たち、私はこの辺で。はい、すぐに会うだろうしね。ニヤッとして帽子屋ケンジは手をひらひらさせながら去っていった。もうすぐに会うだろうしねって、裁判始まるぞっていよいよなもんでないかお前。とりあえずもらったものに目を通しておいた方がいいかな。白崎の携帯電話。え、今の時代にガラケーなんだ。そう考えたらなんかどうでもいいけど、今の時代なのにガラケーなんだ。今の時代、本当にガラケー持ってる人なんかおらんようになってきたんやけど。そうか。ドアノブの、ドアノブの資料。東校舎1階のドアノブ？はい、ドアノブの資料ってなんで？
ドアノブになんかあったん？これは要チェック。どれどれ？指紋？ドアノブから指紋検出。1階のドアノブって1階？どこの1階やねん。どこのドアの1階？え、どこの1階のどのドアのドアノブなんそれ。不可解な点あり、他は内外の指紋が一致してが、左に記された指紋のみ外から中のドアノブにしか、外から中のドアノブにしか検出できず、指紋適合者、ハートの女王じゃ、ハートの女王出てきちゃった、こんなところで。出てき方が意外なところで出てき方だったけど、他は内外の指紋が一致していたが、左、外から内のドアノブ、外から内、携帯電話、なこれ、メール画面、なんでピンポイントでメール画面開いたんだ。ハードの女王宛てに送った今日の放課後、今まで無理を言ってごめんなさい、今日の18時に東校舎の視聴学室に来てください。そこで全て消します。なんだそれ。わあ、何これ、2人で会っていたって。ハートの女王。白崎がハートの女王と会う約束しとったみたいな感じになってる。何これ。で、4時な、放課後で。で、8時、事件が起こった。だいたい25分ぐらい前。はあ、ハートの女王めっちゃ怪しいやんけ、おい。何それ。先生もね、調べとんかっていうちょっと不安が立ち込めています。いけそうやな、考えるがある。誕生日じゃない日のプレゼントだって嬉しい。どうかな、プレゼントというより証拠品って感じ。アイスは誕生日、どんな風に祝ってもらったら嬉しい。そうだな。こういう質問って答えにくいね。何でも嬉しいよ。お誕生日おめでとうって言葉だけでも。ありがとう。なんでお前ちょいちょい出てくるのお前。なんか人気がするって、人気があるってお前の人気だった？目の前に三角ウサギが立っていた。手には可愛らしいリボンに包まれた小さな袋を持っている。マーチ、お前もしかしてプレゼント、それプレゼント、私へのプレゼント、誕生日プレゼントありがとう。お前がもらった方がいい。お前がもらった方がいい。なんだお前。私、そう、アイスにもらった誕生日プレゼント嬉しいな、大事に使うね。とても嬉しそうにしている。表情は変わらないが。そっか。喜んでもらえたなら、よかった。何プレゼントしたんだ、お前。何プレゼントしたんだ。ああ、この板状のものやけんな。洗濯板？何をあげたか知らないけど。じゃあ、帰ろうか。どこへ？お互い家にはまだ帰る気にはないのよね。いつもの公園行く？そのまま三月うさぎは昇降口の玄関へと歩き出した。あ、ねえ、ちょっと。私はそれを追いかけようとすると、ガクッと後ろに引っ張られた。振り返ると、チェシャネコは心配そうな顔で私の腕を掴んでいる。どうした、チェシャネコ。何？チェシャネコ。どうした、チェシャネコ。洗濯板をプレゼントしたっていうのはセンスはないと言いたいのか、お前は。いいだろう、昔の文化を知るきっかけになるだろう、お前。チェシャネコは首を振るばかりだ。一体どうしたというのだろう。玄関の方へ視線を戻すと、もうそこに三月ウサギの姿はなかった。少しがっかりした気分になってチェシャネコに向き直ると、チェシャネコはノートに書き出した。どこに行こうとしていたの。どこって、別にどこにも。まだ事件の謎を解いていたのでしょ。
もう少し頑張ろう。うん。別にもう止めるなんて、やめるなんて言ってないのに変なの？外に出るなって言ってる、こいつ。何？別に外に出たっていいじゃないですか。気分転換だよ、気分転換。何それ、事件終わる、事件解明するまで外に出るなって言うような感じになっとる。何なんだろう。はあ。まあ、これも言ったところもなんかフラグが立って何か起こるようになってしまったんだ。図書室行ってみよう。あ、ここは何も変わってなさそうやな。ロガ。やばい、スタミナがやばいって時に右上をクリックタップしたらなぜか増える精神力。見落としはないか。ちょっと本当に何かしら見落としがありそうな気が。あ、何？あー、見つかってもだー。確かに人が立ってるな、よう見たら。あれ？中庭にハートの女王様がいる。誰かと話しているようだが、ここからだとよく見えない。中庭に行ってみよう。誰か？足見えてる、そういえばもう一人。よっしゃー。あんなところでハートの女王は何をしていたのかな。中庭行ってみようかな。もしかして愛の告白か。ハートの女王、好きな男ができる。